セクシー綱引き大会。このゲームはセクシー水着に接続された綱を挑戦者の顔につけた洗濯バサミとつないで引っ張り合う綱引きである。制限時間2分でセクシー水着を引っぺがしたチームの勝ちとなる。まずは東軍から代表者を選んでいただきたいと思いますけども、まずは脱がせるためならどんな痛みにも耐えられるジョーダンズ三股。洗濯バサミを持ってきていただいて、どこにつけるか決めていただきましょう。我慢我慢我慢，動くなっての。しんがり見せる。はい。嘘。ここは無理だろう。はい。スーパーマリオみたいになったぞ。昭和のリアクション芸を誇る松尾番内。洗濯バサミお願いします。え、何個？ここに倒しました。4月2日です。三上さんがものすごい。このホックが取れると、なんと中身がポエロンと、はい、よーはいはいはい、オーエス、オーエス、さあ引いた引いた、微妙に引いた、そう微妙に引いた、松尾肩を使ったナイスリング、デビューとか張ってます。出てて、あーっと、ちょっと取れた、右の脇が取れた、デビューとか取れたんですけどね。さあ残るは両の仕組みだけ。おっと、おっと、さあ何が出るか、拝んでいる、拝んでいるぞ。皆さんを喜びに変えないとこ出た、どうださあ、残るは左の仕組みだけ。マッチョマン松尾の、3回戦4回戦と両軍とも失敗。決着をつけるため SM 女王様のブラを先に取ったチームの勝ちとする。5回戦は耳のピアスに洗濯バサミを装着するという赤ピーマン。えずよし、よし、